はい、どうもゆうたです。今回はこちらの HKS タイムサーキットタイアタックカウンターですね。サーキットって国際コース富士とかになると掲示板でその週走った週のベストっていうのが載ってないんですよ。まあ茂原だとか筑波線とか本庄とか行くとコントロールラインのところに掲示板があってタイム載ってるんですけど、ただね、そのタイムをこう気にして走ってるほど余裕がないんですよ。ガチで走ってるんで、まあ上手い人はね見る余裕あると思うんですけど、僕下手くそなんで、手元でリアルタイムでこう見れるっていうのがやっぱりねいいんで、ちょっとそれを導入したいなという感じで導入させていただきます。その前にカメラを変えたんですよ。今撮ってるのが GoPro 7 Hero っていうのかな。で、そう、今 4K で撮ってるんです。で、さらにマイクも外部マイクで音声良くなってると思うんですけど、どうですかね皆さん、変わりました音声と画質。これでね見やすくなったらいいなと思ってるんで、今度からは GoPro で撮っていきます。はい。で、はい、商品自体がこちらですね。はい、露出合ってるかな？自動になってる？暗い？明るいかな？はい。それでですね、まず電源がシガーソケット。あれ？どこ行った？あった。はい。こいつなんですよ。で、僕、ここのグローブボックスの中にシガーソケットを増設して入れてるんで、ちょっとここをね、こう通っていって、こっちから出して、こういう感じで、でここにつけたいんですよ。これで、これ YR アドバンスのやつだっけな、ステーがあるんで、ここにちょっとつけていきたいと思うんで、まず配線をね回しましょう。ここをこうやって、はい、よし。そしたらこいつらをどうにかしていきたいんだけど、この隙間に入れて、よし、出てきた。で、こういう感じでこれはここに刺せるでしょう。はい。であとはこの配線をこいつここの裏からこう隙間から入れてって、今ちょっとここ取ったので、よし。よし。あんまりシフト寄りだとミッションがあるから、なんかすごい熱くなっちゃいそうですよね。これで通った。はい。で、こんな感じで今こっち側通りましたね。こっち、この中からで、とりあえずここを戻しますか。これをよいしょ。はい、カチャッと。あとこっちも、ここもね、カチャッてなるだけ
ちゃってなるだけだけど、ここだけ1個ボルトがあります。あ、やばい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 、くそ。よし、あとはここのシフトブーツなんですけど、ここはこうカチャって はめるだけなんだけど、見えるかな、これかな、これですね。これでね、そう、俺ウェルカムランプみたいのつけてるから、これをで、のれん分けのやつを、こっちにこれをつなぐと、はい、のれん分けこれでできました。はい、簡単。これでいろいろね、今度からいじっていくときにこいつらから配線取れるんで、かなり便利になるんじゃないかなと思います。でこちらにちょっとスピードにちょっとギボシでやっていきたいですね。よいしょ。じゃあこの速度センサーのギボシを、端子を、ギボっていきます。配線もちょっとちぎれたパターンじゃないかな。よし。で、皮が剥き終わって、こいつを先に入れてね、こいつを先に、あ、これ逆だ、こいつを先に入れ忘れちゃうことがね多いんですよね。これはもう致命傷ですね。で、こいつずれたくせえな、これまずいね、甘い。よいしょ、はい、よし、うん、引っ張っても取れないね。OKで、次は配線側もこちらでこう潰していきます。よいしょ、はい。で、最初とりあえず閉まったら、次は 2.0 でさらにきつく閉めます。おりゃ、うん、まあこんなもんでしょう。こんな感じ、ピント合わないね。そういう機能ないんだね。
で、そうしたらこいつのスピード、こいつだね、ここにぶち込んで、ぶち込んでいきます。よいしょ。よいしょ。よし、これで今ズボッと入ったね。これでスピードで大丈夫だと思います。はいはい。そうして今こちら車速のセンサーですね、こちら今カプラーオンで、こっちはかしめてあります、あっちの方に。でこちらがシガーソケットの電源、こちらカプラーオンです。でシガーソケットにつけるだけで、あとこちらが2つカプラーあるんですけど、こっちがオプションで、こっちがあのセンサーですね。まあセンサーはあのサーキット行った時につけるやつなんで、それは今つけません。はい、でちょっと電源入るかやってみましょう。入るね。はい、まあちょっと使い方はちょっとまだよくわかんないんですけど、多分このオートってやつで大丈夫なんじゃないかな。セット、であとスピードがちゃんと生きてるかですよね。ちょっとちゃんと見てみましょうか。動かしてみて、はい、まあちょっとでも動けばいいんで、ちょっとだけ前進してみます。動かないね。はい、スピードリミッターと車速を表示したい場合は黄色と白両方つなぐみたいなんですけど、車速のみは白だけでいいっぽいので、ちょっと説明書ちゃんと読んでなかったんですけど、ちょっと一旦切ってみます。はい、んでこれで車速が表示されるかですよね。まあね、ぶっちゃけいらないっちゃいらないんだけどね、車速。GPS じゃないし、結局メーターと同じってことでしょ、これ。GPS 表示の速度は欲しいけど、メーター表示のは、あんまりいらないかな。さあ、着くか。お、ついてるついてる。スピード出てる。よかった。今出てなかったから、え？そんな配線間違えることある？って思ったけど。いやー、無事に。着いたね。よし。はい。で、今結構がっつり脱脂をしたので、両面テープでここに貼っていきます。よいしょ。で、こちらをね、貼っていきます。よいしょ。よし、がっつりついた。もうこれ後戻りできないよ。できなくはないけどね。よし。こいだらここに、
こいつをこうやってつけるだけと。はい、そしたらね、この配線をね、ちょっとここら辺の中をここ外して、適当にね、これ入れなくてもいいかな。いや、ここに入れたいね。だね。ででーん。はい、今それでもう完全に完璧につきました。取り付けはこちらのワイヤールアドバンスさんだったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、のこういうステーで、今とりあえず仮付けしてます。で、配線はちょっとこちらに通して、まあ、ここがちょっとパタパタしてるんで、ここに止めるやつでも、粘着のパタってやつつけてもいいし、で、この中に、こう、行くと、よいしょ。ちょっと見えにくいね。これがそうだね、多分。で、いろいろ配線まとめてあります。あの、デフィのね、コントロールユニットとか、あと、ウェルカムライトとか、あの、オープン、オプションコネクタか、の配線とかがいろいろあって、ごちゃごちゃしてるんですけど、で、シガーソケットの方はこっち、こっちの配線。で、こっちのこういう中を、センターコンソールの中をこう通っていって、あ、いてちょっとはみ出ちゃってるね、これ。よいしょ。はい。これはいつもはみ出てるんで。でるーん。この中に、見えるかな？これがそうですね。に繋がっております。こういう感じで。まあ、ここだったらいつでも電源抜き差しできるんで、いいかなと思います。これはね、あの、ナビの USB の配線なんで、はい。こういう感じで、俺あの配線ごちゃごちゃしてるのすごい嫌いなんですよ。で、もうこうね、何もない感じですっきりしてます。一応電源ももう一回確認しようか。でん、ハローっていう感じで、はい、こういう感じでつきました。っていう感じでね、取り付けの動画は以上になります。はい。